ヒート 1X& ティコブロ、ティコブラーエとは、デンマークの民間宇宙団体コペンハーゲン、サブオービタルズが開発を行っていた、有人宇宙船である。ティコブラーエは、乗員1名の彫がダウ宙船で、デンマーク初の有人宇宙飛行を目指していた。乗員は、遠筒形の機体に立ったまま乗り込み、先端の半球状のガラス窓から周囲を眺めることが、できる。 地球周回軌道には到達せず、弾道飛行で宇宙との境界である高度 100km の宇宙空間に上昇した後、パラシュートを用いて帰還する設計であった。打ち上げは海上の端けから専用のヒートロケットで行われた。これはエポキシ樹脂と液体酸素を推進剤に用いた単弾式のハイブリッドロケットで弾道飛行用に設計されているため、 軌道投入能力は持たない。打ち上げ時の加速度は 3G に抑えられており、上院が立った状態での打ち上げに耐えられるように配慮されている。プロジェクトは、ピーター・マドセンとクリスチャン・フォン・ベンクッツォンの二人によって引き入られ、費用は、スポンサー企業や、個人の有志からの募金で賄われた。名称は16世紀のデンマークの天文学者、ティコブラーエに由来している。 発射台上のヒートロケットと先端に取り付けられたティコブラーエコペンハーゲンサブオービタルズは2008年から XLR- 2ハブ、ベイビーヒートなどの小型の試作機を用いてロケットエンジンの試験を行ってきた。2010年2月と5月には実際の飛行に使用するのと同型のヒートロケットの地上試験が行われた。2010年9月6日、 バルト海のボーンホルム島沖でティコブラーエとヒートロケットの初飛行が試みられた。この試験飛行では人形を乗せた無人の宇宙船が 10km から 30km の高度に到達する計画だった。カウントダウンの後にエンジンが点火されたが、ロケットは煙を噴射するだけで発射台を離れることができず、打ち上げは失敗に終わった。後に失敗の原因は、 ヒーターの故障により酸化剤のバルブが凍結し、開かなかったためと判明した。2011年6月3日に再挑戦が行われ、打ち上げは成功し、高度 3.6km まで到達した。降下時にパラシュートの展開に失敗しカプセルは海面に叩きつけられたが、ロケットの飛行データは十分に取得できた。飛行試験の結果、コッペンハーゲンサブオービタルズは、 より大型のロケットの宇宙カプセルの開発を決定、ティコブラーへの設計は放棄された。現在はスピカの開発が進められる。ありがとうございます。